はい、それではですね、前書芸さんの6月号の漢字半紙、毛包紙幣は、貯水量が46歳の時に記号した傑作です。貯水量は有名な書に岩戸小教授がございますけれども、岩戸小教授とは全く対照的な書風を見せる書き方ですね。しっかり研究しながらやってみましょう。書いてますね。こう入れて少し長めに書いて、この辺から本先を触れるぐらいでこう来て、ここから逆にして、このちょっと角度が変わった、この辺から入って、だん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 一つ変わって、こんな感じですね。はい、次は解く。この辺で書いてますね。ちょうどこことこの間ぐらいから、この縦角は微妙に傾いてます。だんだんだんつく、穂先でこう、穂先でつくようなか、下に止まつ、この辺からこう入って、ちょうどこの上の字をちょっと出たとこあたりからキュッキュッとこう抜いて、こんな感じですね。そしてここに教室名を書いていただいて、私ですと。こんな感じですね。ここではですね、ちょっと左の方に説明しておきましたけども、一音目の横画は長くて、ここのリズムですね、ここのこの右側のリズム、このリズム、このリズム同じぐらいです。ここだけはちょっとこうリズムが違ってますね。そして構図はこういう構図ですね。次、徳。徳は魚人弁はここをこうそういうことと、人弁が結構こう内側に寄ってますね。この縦角はですね。そしてあんまりこう反らないで、スッと沈むように抜いてます。上はちょっとこうなってますけど、こちらはスッと沈んだ感じですね。で、この縦角は中心よりもちょっと左に回旋してますね。で、どちらかというと頭の部分を言ったり、頭大脚小、脚部がちょっと詰まった感じですね。こんな感じで書かれてますね。なお、この名前はですね、通常こういう臨書した場合にはこう書かないで、例えばこれ白書臨、こう書いた方がいいと思います。以上、前書芸6月号、毛包紙幣貯水量を解説いたしました。前書芸さんは伝統ある健全な組織に運営され、古典を中心に分かりやすく親切に解説された、初心者に大変良い推薦できる教書雑誌です。中本白秋でした。